こんにちは。どこでもスカートで旅するチエルです。今回は京都に来ております。観光にも便利な四条駅から徒歩4分、ヒルトンガーデンイン京都四条烏丸に宿泊してきました。ヒルトンガーデンインブランドがついに日本初進出。シンプルだけどプレミアムがテーマのホテルです。ホテルスタッフの方々は日本語はもちろん様々な言語に対応しています。それではチェックインしたのでお部屋に向かいます。エレベーターホールにはホテル前の松原通りにちなんだ松をイメージした作品が飾られています。よく見ると組紐でできていて、壁は伝統的な左官で仕上げられています。今回私が宿泊するのは9階です。9階はこちらのホテルの最上階になります。お部屋に向かう通路もとても明るかったです。そしてこちらが今回宿泊するお部屋です。はい、お部屋に入ったので早速ルームツアー行ってみよう。本日のお部屋はちょっと長い廊下があるので、まずメインのお部屋からこんな感じでございます。はい、今回ね、こちらはツインルームのお部屋です。お部屋の配色もグリーンが効いていて、この辺りの配色もちょっと珍しいかも。ベッド周りの設備はティッシュと内線電話がございます。そして各ベッドの隣にコンセントもさせますし、 C タイプのね、ここにさせるようになっております。で、窓際はね、小さなデスクとカウチソファーがございます。ここの配色もすごい好みです。かわいい。デスクの隣にはコンセント3つに USB もさせます。で、ベッドからね、見やすい位置に大きなテレビもございます。つけてみよう。おー、で、これね、すごい高画質テレビで、これね、Netflix とかプライムビデオなど動画アプリも対応してます。加湿機能付き空気清浄機もございます。はい、それでは今度はこっち側、入り口側を見ていきます。棚周りから見ていきましょう。ハンガーもね、たくさん用意されてます。これは何だろうな、氷入れるやつが入ってました。で、ここにはこういう机とかにね、置いて立てられるタイプのミラーがあるとすごいメイクしやすくて助かります。そしてこちらを開けるとティファールのアイロンが入ってました。で、下段にはアイロン台もありますし、バゲージラックも収納してありました。で、さらにね、この下に棚もあって、開けるとセーフティーボックスが入っていて、ここなんだろうな、あ、ここは靴べらが入ってました。靴べらをね、この棚にしっかり収納してくれるというところもなんかすごいホスピタリティを感じます。こちらはなんだろうな、あ、こちらには寝巻きが入ってました。あー、しかもセパレートタイプだ、嬉しい。で、その下の段には消毒済みと書かれたスリッパ入っていました。あとね、これ体重計ですね。で、横にはゴミ箱もあります。そしてね、こちらにはお水2本とケトルがございます。じゃあこちらの引き出しを開けてみると、お、すごい色々入ってる。まずマグカップですね。マグカップもおしゃれで、グラス類と京都ということで宇治茶のティーバッグ、こういうね、土地を感じるものが入ってると嬉しいですよね。そして小川コーヒーのドリップコーヒー、こちらも京都のコーヒー屋さんですね。カフェインレスのインスタントコーヒーもあります。で、お砂糖類もね、すごい、グラニュー糖とこういうタイプとね、2種類のお砂糖があります。で、これもね、何気に結構珍しいんですけど、お部屋のアメニティって大体ミルクがこのタイプなんですけど、このスジャータのね、こういったタイプなんですよ。あとは栓抜き兼ワインオープナーとスプーンが入っております。はい、じゃあこちらの段は、はい、こちら冷蔵庫ですね。中は空っぽになっております。美味しい飲み物やおつまみをリーズナブルな価格で提供いただけるそうです。これも気になりますね。入り口から入ってすぐのところにこういった大きな姿見もございます。今日のコーデは、私この冬ね、こういうエコファータイプの素材にすごいハマってたので、もうザ・冬のガーリーっていうコーデです。で、エアコンなんかはね、こんな感じでついております。入り口から入ってすぐのところにもコンセント2つ発見。コンセントもね、かなり多いです。はい、じゃあ次はね、こちら開けてみましょう。お、はい、まずね、扉を開けたら洗面所がございました。はい、鏡も大きいですし、洗面所のデザインもやっぱりいいですね。海外感がある。洗面所前にはハンドタオルと
うがい用のコップと、あとはハンドウォッシュとボディローションがあります。でこういったところはね、備え付けの大容量のボトルを使うことでサステナブルを意識したアメニティとなっているそうです。で歯ブラシとかもね、お部屋にはないので、まあ、フロントでね伝えたらこちらいただいたんですけれども、あのこの部分は交換できるんですけど、ここはね繰り返し使えるってことで、こちらもね大変サステナブルな構造になっております。あとはティッシュもあります。棚には何か入ってるかな。あ、こちら空っぽです。こっちもかな。あ、こちらはなんか入ってます。アメニティはヘアバンドとコットン&綿棒のみですね。エコの観点から必要なものだけに厳選されてます。でこれはドライヤーかな。はい、ドライヤーはねテスコムさんのやつでした。すごい大きいし、マットのブラックでかっこいい。そして一番下の段にはタオルが入ってます。タオルもふわふわ。そしてね、よく見たらこの中側がライトグリーンっていうね、ここもおしゃれですね。ゴミ箱はベージュ。そして洗面所のお隣にはシャワールームがございます。バスタブとかはねないんですけど、すごいね清潔感があって綺麗なシャワールームです。シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュもございます。でシャワーはね、こういうあの取り外せるタイプの他にもう一個ね、上にレインシャワーもついていました。じゃあちょっと手持ちの方の水圧チェックいってみましょう。はい、水圧こんな感じで、こんな強いですね。で、なんかね、スイッチあるので、こうやったら、あ、やっぱり切り替えられますね。使いやすいです。はい、こちらも開けてみます。はい、こちらはお手洗いですね。お手洗いの壁紙もおしゃれ。この辺はね、こんな感じです。あ、で、お手洗いの中にね、ちゃんとこういう手洗いスペースがあるっていうのも、意外と珍しいかも。で、この洗面所のドアね、こう、スライド式なんですけど、こっちもね、こうやって開くからすごい使いやすいし、このドアがねスライド式になることですごい部屋が広々と見えます。なのでね、コンパクトながらもすごい居心地が良くてリラックスできる空間作りがうまくされてるなと思いました。じゃあ景色の方もチェックしてみましょう。はい、景色ねこんな感じで、建物がねずらっと並んでるんですけど、この遠くに山が見える感じがなんだか京都らしくていいですね。下の方にね瓦屋根の建物があるのもすごい京都っぽい。ちょっとね、コーヒー休憩ということで、このね、京都の有名な小川コーヒーのドリップコーヒーがあるので、こちらを飲んでみます。美味しい。めっちゃいい香り。なんか、京都のコーヒー職人さんが、作ったこだわりのコーヒーらしい。はあ、ちょっと Wi-Fi だけチェックしておきましょう。こんな感じですね。そんな早くはないんですけど、さっきから問題なく使えてはいます。それでは館内を探索します。まずは1階にあるレストラン Together & Co にやってきました。こちらは朝食からランチ、ティータイムやバータイム、夕食まであらゆるシーンで利用できるレストランです。京都の旬の食材を使った和洋の料理を楽しめます。座席は201席あって、広々とした開放感のある空間になっています。繁忙期の朝食でも待つことなく座れそうなのがいいなと思いました。いろんなタイプのお席があって、大人数にも対応しています。壁の模様はヒルトンガーデンインのマーク、照明は松のモチーフ、うちわが飾られていたりなど、京都らしさが表現されています。コンセントも完備で、ワーケーションにもおすすめです。こちらのレストランは、宿泊していない方でも利用できます。24時間営業のセルフサービス式店舗、ザ・ショップもございます。京都のユニークで素晴らしい商品をはじめ、日用品も SDGs の観点から繰り返し使いたくなるようなものが販売されています。ソフトドリンク、京都の地ビールやワインなどアルコール類、軽食も売っていました。スナック類やアイスクリームなどもちょっとこだわりのアイテムが多かったです。バッグやマグカップはお土産にもおすすめです。こちらのホテルはトイレなどの表札もすべてピクトグラムになっていて、
どの国の方が見ても分かりやすくなっています。続いてフィットネスルームを見てみましょう。テクノジムの最新鋭のマシンを揃えたこちらのジム、なんと24時間オープンしています。ジムの中も松のモチーフになっていました。ホテル内とは思えない設備の豊富さ。最近筋トレにハマっているので、トレーニングウェア持ってこればよかったなと後悔しました。タオル類やお水も用意されていました。さらにコインランドリーもあるので、長期滞在にもおすすめです。お部屋から利用状況も確認できます。 QR コードで支払いもできて便利です。そしてなんと今回宿泊したお部屋とは違うタイプのお部屋も見せていただけることになりました。こちらはゲストルームというエントリーカテゴリーのお部屋です。木を基調とした和の伝統的な要素にモダンテイストを組み合わせた温かみのあるデザインです。こちらは3名まで泊まれるファミリールーム、さらに4名まで泊まれるデラックスファミリールームもありました。いたどこのリビングスペースでは家族の団らんも楽しめます。大きなテレビも完備。隣は寝室になっていて、なんとこちら側にもテレビがありました。洗面所もダブルシンクで広々。こちらのお部屋にはシャワー付き洗い場とバスタブを装備したバスルームもございます。それではディナーをいただきに再びトゥギャザー&コーに来ました。白ワインで乾杯。お料理はアラカルトメニュー中心です。彩り京野菜サラダ、和風のドレッシングをかけていただきます。京都の野菜はやっぱり美味しい。カブなども乗っていて食感が楽しめました。京ナスクリーミースープ、ババガヌーシュ風。ババガヌーシュというのがちょっとわからないので素人食レポにはなりますが、もったりとした重めの口当たりに焼きナスのような風味、少しエスニックな風味も感じました。スパゲッティペペロンチーノ、ちりめん山椒としば漬け。こちらはニンニクの風味がガツンと効いていて、めちゃくちゃ美味しいペペロンチーノでした。山椒の香りやしば漬けの酸味もいいアクセントです。ブラッケンシーズナルフィッシュ、メープルと最強味噌風味。こちらにはパンもついてきました。これメニュー見て一番気になっていたんですが、デラウマ、どんなお魚なんだろうと思っていたけど、白身魚ですね。最強味噌の甘さとメープルの風味が和食と洋食のいいとこ取りで、めちゃくちゃ美味しかったです。大好きなマッシュポテトも添えられていました。どのお料理も意外性があって面白かったです。ごちそうさまでした。食後はカウンター席に移動してバータイムを満喫しました。こちらのカクテルはシロップを注ぐと色が変わって綺麗なグラデーションになります。このホテルのオリジナルカクテル、星空の和スプリッツァーです。京都の日本酒やバタフライピーが使われたカクテルで、日本酒なのでお酒っぽいかなと思ったんですが、意外と甘くてお酒感が強いのが苦手な方でも飲みやすいカクテルだと思います。美味しいカクテルを満喫しました。はい、じゃあちょっとね、周辺観光に歩いていける範囲で行ってみようと思います。ホテルから近くのこの道がもともと清水寺の参道だったそうで、ここをね、まっすぐ行くと徒歩で清水寺まで行けちゃうそうです。はい、まっすぐ歩いてきたら松原橋に出ました。鴨川に反射する明かりが綺麗です。はい、ずっとね歩いてきたらだんだん上り坂になってきました。ギャルだからね、お店はほとんど閉まっちゃってるんですけど、やっぱこのね、京都の雰囲気いいですね。はい、ようやくね、三連坂の方まで来ました。で、あの奥が清水寺ですね。清水寺到着。雰囲気いいんですけど、夜はね、閉まっちゃってました。ヒルトンガーデンからほぼまっすぐで、27分歩いたら到着しました。はい、残念ながらね、参拝はできなかったんですけど、まあいいお散歩になったしね、この辺歩いてくるとすごい雰囲気も良かったので、楽しかったです。まあ、徒歩27分ということで、まあね、近いとは言えないですけど、でもね、結構お散歩好きで30分くらい歩けるよって方も、清水寺までもね、実は徒歩で来れちゃうんです。はい、ヒルトンガーデンイン戻ってきました。
夜の雰囲気もいいですね。ザ・ショップで京都の地ビールを買ってお部屋に戻ります。はい、晩酌タイム。1階のね、24時間やってる売店でこの京都のね、ビールを買ってみました。何種類かあったんだけど、ペールエールにしました。乾杯。ああ、うん、すごいすっきりしてて水のようにぐいぐい飲める感じですね。お風呂上がりにぴったし。ああ、おつまみもね、売店見た時点ではね、夕飯で結構しっかりお腹膨れてたので買わなかったんですけど、今ちょっとお腹空いてきて、やっぱ買っとけばよかったなと思いました。まあ24時間やってるから買いに行けるんですけど、まあでも正月明けでね、ちょっとダイエットもしてるので今日はおつまみなしで我慢します。じゃあいただいたこちらの歯ブラシセット使います。これいいよね、旅行にめっちゃ持ち運びやすいサイズ感と、このケース付きっていうところと、あとこのね、歯ブラシ部分をね、変えれば何回でも使えるっていうことで、まあ、SDGs とかね、エコの観点からも素晴らしい歯ブラシです。これはね、チェックインの際に歯ブラシお持ちですかって聞かれるので、その時にね、持ってなかったらこちらいただけるので、まあ、今後もね、これを使い続けてもらうことでこうね、プラスチックを減らせるのではないかっていうね、素晴らしい制作となっております。はい、今日も歯ブラシがあんまりでかくない。これは結構普通に市販の歯ブラシぐらいのサイズかな。ややでかいかな、私が使ってるやつよりは。でもね、結構こう、アメニティとかについてるのにしては、磨きやすいサイズ感です。いきまーす。0.8 ロールドース。それではおやすみなさーい。メイクして朝ごはん行かなきゃ。洗面所明るいからすごいメイクしやすいな。大きな手鏡もね、部屋にあるので、デスクの上に置いてあっちでメイクしてもいいし、こっちで、ね、メイクしてもいいし、メイクできるスペース2箇所あるから、女子2人とかで来てもね、いいですね。朝食はね、昨日と同じレストランみたいなんですけど、夕飯が美味しかったからすごい楽しみですね。はい、準備できたので朝ごはん行ってきます。朝食もトゥギャザー&コーでいただきます。朝食はビュッフェ形式になっています。定番のアメリカンブレックファーストメニューや、京都らしいおばんざいを中心とした和食メニューもございます。パンの種類も豊富、サラダも彩りが綺麗な野菜が並んでいました。チーズやナッツ類も充実、カットフルーツだけでなく丸ごとフルーツがあるのも新鮮でした。ライブキッチンではワッフルや日替わりで乳麺なども注文できるそうです。今回は焼きたてワッフルをいただきます。美しいちらし寿司もありました。コーンフレークの種類も充実、さらにミルクも豆乳や無脂肪タイプまでありました。ジュースは 100% のフルーツジュースが4種類も、カフェメニューもいろいろとありました。こちらが私がチョイスした朝食です。焼きたてのワッフルにちらし寿司、フルーツにサラダ、久しぶりに食べたくなったコーンフレーク、ジュースはパイナップルジュースにしました。まずはパイナップルジュースでビタミンチャージ。和食も洋食も美味しそうなビュッフェだったので組み立てに迷いましたが、ちょっと海外風の朝食にしてみました。海外というコンセプトでもちらし寿司だけはどうしても食べたかった。普段ビュッフェではシリアルはあんまり選ばないんですが、あんなに種類があったらなんだか食べたくなっちゃいました。シリアルはミルクを少なめにかけて、上の方のザクザクした食感と下の方のふにゃふにゃしたところを混ぜるのが好きです。焼きたてワッフルはまだほんのり温かいバターとメープルシロップをたっぷりつけていただきました。
フルーツはメロンやパイナップルをもりもりといただきました。食後はカフェラテでほっこり、ごちそうさまでした。はい、じゃあこちらはチェックアウトは12時ということで、まあ、まだまだのんびりできるんですけど、ちょっとね、宿泊した感想をまとめておこうと思います。あとインテリアがね、すごい可愛いので女子旅にもおすすめですし、結構大人数で泊まれるお部屋も多いので家族旅行にもいいですし、そういった意味ではいろんな旅のスタイルに合わせてお部屋も選べるので使い勝手もいいホテルだと思います。あとは他のホテルと比べて置いてあるものがねシンプルなんですよね。机の上にねペンと紙とかだいたい置いてあると思うんですけど、そういったものもないし、案内がねこうバーって置いてあることもないんですけど、まあ、そのすっきりした感じが個人的には使いやすくてすごい良かったです。で、まあ市場駅からも歩いてすぐっていうことなので観光にもすごいいいですし、まあ歩いてね祇園の方まで行くこともできますし、あとちょっと頑張れば清水寺までも歩けたので、そういった意味で観光にもいい立地なんじゃないかなと思います。というわけで詳細はまた概要欄に載せておきますので、ぜひそちらからもチェックしてください。最後まで見ていただいてありがとうございました。このチャンネルではこういったホテルレビューや旅の動画たくさん投稿してますので、よかったらチャンネル登録してまた見てください。では